多分私は差別というかさ、理解をし合えないっていう構造はさ、ハンセン病だろうがゲイだろうが何だろうが、私実はあんまり変わんないと思ってて、みんなそれぞれが理解なんてし合えないじゃない。100人いたら100通りの思想があって、じゃあ何の障害もない、何のマイノリティでもない人同士であったとしても、相互理解なんてものは幻想であってさ、だからこそその理解はしできなくても存在を認めて、その相手の主義主張であったりっていうのも納得できるできないは別にして、認めるってことをし合うのが社会だと思ってるから、それを常に念頭に置きながらいろんな活動をする時代にそろそろならなきゃいけないのかなっていうのは、私も日頃こういうことをやらせてもらいながら思ってるのよ。だからその中でもやっぱハンセン病っていうのは歴史的に見ても一番それを象徴的に表している出来事であって、そんな隔離して人間を生活させるっていうさ、もう今考えたら恐ろしいことがその時は常識的に行われたわけじゃない。この人はハンセン病の何々さんですとか、この人はオカマの誰々さんですじゃない、言える日がいつになったら来るんだろうな、私はいつになったらそういう人間になれるのかなって思いながら、なかなかなれないわねって思ってますよね、常にね、うん。大学1年の後藤瑞希です。広島から上京してきて今東京に住んでいます。私は中学1年の時から長島愛生園というハンセン病療養所にずっと通っていました。そこで回復者のキムテグさんという方と出会いました。私はキムさんとの出会いがきっかけで自分自身と向き合う時間をいただきました。ハンセン病回復者の中には、病気の後遺症で唇の筋力が弱ってしまい、話す時によだれが垂れてしまう方がいます。キムさんもそうでした。私は中学1年の時に初めてキムさんの部屋を訪れた時に、そのよだれを拭うことができずに、自分の中にある差別する心と向き合いました。頭では差別はダメだと分かっていても、いざキムさんの前に立つとそれができませんでした。キムさんは誰にでも分け隔てなく優しい方でした。正しく知って正しく行動する、それが口癖でした。3年前にキムさんは亡くなってしまいましたが、キムさんから学んだことは私たちの中に確かに今も生きています。キムさんとの出会い、そして交流し、私が感じることは、回復者の方々と直接話をする、その手を握るっていうのは今しかできないということです。だから今たくさんの人にこのハンセン病問題と関わってほしいと思っています。一緒にボランティア活動をしましょう。お願いします。ハンセン病映画祭。